皆さんおはようございます、チャンネル登録していただいた皆さん、年末に矢沢永吉さんの音楽映像著作権を侵害してたのでチャンネル登録が抹消されて、いきなり消えてしまって大変ご迷惑をおかけしました。並びに矢沢永吉さん会社の皆さん、矢沢永吉の会社の皆さん、大変申し訳ございませんでした。この場をお借りしてお詫び申し上げます。どうも失礼しました。これからまた勝兄の山西っていうことで再スタートしていきますので、このようなことをしないように、心を改めて再出発したいと思います。仕事着ねなんですけど、久留米からお送りしました。そしたら今後もどうぞよろしくお願いいたします。そしたら1月2日朝がけの模様をどうぞ楽しんでください。よろしくお願いします。稲穂山に向かって歩いております。最高の朝日です。横には祖母さん、前生寺、大生寺、祖母さんです。いやー来ました。後ろは阿蘇の方が大雲海、下は五重山、素晴らしい天狗牙城も中岳に人がいます。後ろも歩いております。稲穂山です。稲穂山。素晴らしいです。素晴らしい。おお、高い道から大掃除、前掃除に。祖母さんに、阿蘇さんも見えております。大雲海です。やりました、やりました、よっしゃー。ああ下階がありました。素晴らしいです。ふじゅうに乗っております。すごいすごい、ふじゅうブルーです。ふじゅうブルー、これは雲海も出て、そしてそう傾き太陽に、あれが中だけ、手前側が猫だけ、右側に確かに海側が、ああこれはやっぱ。あー大仙山、白口、肘、中岳、そして天狗に池の避難小屋、この辺も黙々としております。おー素晴らしい、九十ブルーです。九十ブルー、今日もよかった。中岳山頂手前です。あー熊本側が大雲海になっております。熊本側が天狗牙城、素晴らしい、九州さん阿蘇が近い、中岳、これは九州の石油でしょうか、奥の海に。そして南口の奥に祖母ちゃんです。祖母ちゃん、大生寺、前生寺、一番左が高木山、奥に大笛でしょう、あれは。そしてここに
鳴子山白口岳大仙山、肘あとちょっとです。頑張ります。中岳山頂到着しました。来ました。来ました。奥に三股山、動画する、上も見えております。素晴らしい。53。中岳から降りております。白口岳。大仙山53。北大仙。30。動画する。見事山。黙黙です。上には山頂の人いて。すごい素晴らしいです。熊本側が大雲海池の避難小屋から星尾崎に星尾さんです。撮ります。三股山天狗馬場です。素晴らしい。細いけど無表になっております。いいです。くじぶる。くじぶる。九十分かれの避難小屋の上からです。九州の赤稜まで見えております。すごい。53です。53、中だけがここからだと見えません。雪だけが片方だけです。東峰岳、発祥崎、九十ブルーにガズビザを作ります。九十ブル、で、無表がちゃんとあります。九十分かれの避難小屋から登ってきたところです。後ろには発祥崎の岩風呂ゴルゾーンがあります。岩尾です。正直は53です。中岳天狗53さらば、発祥崎さらば、発祥の窓、発祥さん九十ブルーになってきました。出演場所です。よいしょ。素晴らしい。発祥山と発祥崎、素晴らしい。じゃんじゃん登ってきたんです。じゃんじゃん、その中だけが風に動きます。すごい。
暑い。靴掛けさんに戻ってきました。岐阜岳も鶴見も北峰、北大仙、九十三も見えております。扇ヶ城、扇ヶ浜なかなかいかんね。最高です。これはよかった、これはよかった。雲仙ちゃん、また行かねえか。やっとるぜ。やっとった。九十ブルーです、九十ブルー、素晴らしい九十ブルーです。雲仙ちゃんです。最後はあそこだけ。